現地とは、田畑の面積、収量の調査をするため領主が、農民の田畑を調査すること、新しく征服した土地で多く行われた。検知と書かれる場合もある。律令成果、すべての農地の所有権は国家が持っていることになっていた。しかし、平安時代になると、高知公民は、崩れ、荘園と呼ばれる、私有地の存在が認められるようになる。そのため、各地は、 国府が管理する国家寮と私有地である荘園にほぼ2分される。国画寮については国府が大田分と呼ばれる大帳を作成し農地の面積や収量を把握し調税の基礎資料としていた。しかし荘園に関しては課税のための調査も課税もできない。この状態は鎌倉室町時代になっても変わらなかった。室町戦国の混乱時代。 農業生産高は爆発的に増加したが、各地にモザイクのように存在する拡挙勢力はそれぞれ象徴を繰り返し、また支配下にも多くの自立領主がいるため、治療の実質総農業生産高を把握するのも困難であった。しかし、戦乱を経て地方に荘園や国画領という枠を超えた一円に支配権を確立する戦国大名が成長する。彼らは、 自分の支配地域における課税を行うための資料として土地の調査を行った。北条総運によって初の検知が行われ、その後歴代当主はこれに続いた。しかし、その他ほとんどの戦国大名は全領地に検知を行うことができなかった。多くは新規に獲得した領地に対して行っている。それは家臣団や有力一族の抵抗が大きいからである。 北条家などの一部大名が大規模な検知を行いたのは、新興勢力であるがゆえに遅延に絞られ、憎かったという事情がある。急速に勢力を拡大した、織田信長もその両国内でこの検知を行い、農業生産工とそれに基づく課税台帳の整備に力を入れた。信長死後その政権を引き継いだ、豊臣秀吉は初めて全国的に検知を実施した。しかし、 この検知も実際に豊臣氏の家臣が直接言ったものではなく、多くは大名の自己申告制であった。これにより、全国的に国高制が認知されるようになる。また、対抗検知が画期的なのは土地の所有者ではなく、工作者を調査し、工作者に課税したことである。これにより、土地に対して重層的にあった中性的な中間権利である。 様々な職が否定され、工作者は直接領主に納税することとなり、農村にいた中間作取者としての武士はほぼ一掃されることとなった。そして、奈良時代より続いた昇園制も全廃されることとなった。続く、江戸時代は農業技術の進歩と神殿開発の進展、幕府や藩の財政悪化などによりたびたび検知が行われた。江戸時代の検知は、 農村内の様々な権利関係を否定し、実態に近い帳簿が幕府並びに藩に提出されたため、農民支配の一本化につながった。検知により、農民への課税は重くなる傾向が強いため、農民も一揆などでそれを阻止しようと試みることもあった。明治政府は農業収入に課税する年貢制を廃止し、地下に課税する地租制を導入した。これにより、 制度として、検知は廃止された。ありがとうございます。